先頭との差は 5.4 秒。いけるかもしんねえ、勝てるかもしんねえ。はい、こんにちは、ピカルですけどね、この F1 やっていきたいと思います。 F12018 やってきましたけど、いろいろね、第5ラウンドスペインですね。ポイントランキングは6位ですね、今ね36ポイント。でもね、今回ちょっとスペインね自信があるんで、やっていきたいと思います。さあ、今回は表彰台上がるよ。はい、パワートレインどうしよう。もう新しいの使うよ、俺もう新しいの使います。もう無理です、もうジェネレーターも無理です。新しいの使います。新しいの使わないともう話にならん、話にならんからね。はい、というわけでエンジンユニット新しくしました。もうね、あ、言うの忘れてた、難易度ね102ですね。難易度102だとね、もうみんなエンジン速くて常にミクスチャーをマックスにしてないともうついていけないので、ストレートが、という関係があって、もうエンジンとにかく使っちゃう。だからもう無理ですね、これね、本当にね。じゃあこれで早速ね、予選をやっていきたいと思います。天気大丈夫か、曇り、やばくない、大丈夫か、大丈夫か、明日雨じゃねえの、ちょ雨やめてほしい、雨やめてほしい、せっかく俺早いのによ。よし、じゃあ、あ、違う、待って、ちょっと、こっちしないとダメ。マシンのセッティングを変えよう。マシンのセッティング変えてやっていきます。スペイングランプリですね。エンジン速っ、予選のミクスチャー練習させてほしいわ。全然違う、ミクスチャークソ速えな、おい、エンジン速え、エンジン勝ったらエンジン速え。エンジン速え、やべ、こんな俺遅いエンジンで戦ってたんだ。やべ、ブレーキングポイント変わっちゃう。やべやべ、ラインが変わっちゃう。ギアが1個高えわ。これで戦ってたんだ俺、すげえな。すげえな。さあ行くぞ。いや、本当ギアが一個違うわ。どうすか、どんな感じですか。うわー、3位だ。うわー、1秒。我々のファステストラップは1 19。あー、4位になっちゃった。いや、意外と悪くなかったんだけどな。
さて予選も終わり、これで10位なの？決勝を待つばかりとなりました。マジかよ、 1.6 足りないのか。ベッテル、バルテリ、ボッタス、グリッドが決まり、あとは決勝を待つばかり。明日も生放送でお届けします。セットだな、どうぞお楽しみに。フロントが入ってこないな、待ってる時間長いよな。でもセット変えられないんだっけ、なんとかってルールあるよね、なんとかってルール。はい、じゃあ10位からですね。また同じだ、ダメだこれ。10位からか、きついな。今日は残念でした。問題はどこに。ライバル的な関係になっているようですが、負けてしまったようですね。パワーユニットが負けていましたね。いやー、もう怒られた。開発面で他のチームに遅れを取っているようですが、原因は何でしょうか。悪循環ですよ、評価ダウンだ。フリー走行ではあまり走らなかったようですが、本番のためにマシーンを温存していたのですか。無理に走る必要はありませんでしたからね。ライバル選手との関係は友好的ですか、それとも対立しているのでしょうか。全く相手にされてませんね。どうも以上です。冷た。この女の人冷た、目が冷たい、冷ややかな目。うわー、遅いと辛いわ、もう F1 ドライバー辛いわ、鬱になるわこれ。もう本当に鬱になったわマジで。難易度高すぎてもう無理だ。もう少しいい結果を期待したけれど、こういうこともあるわよね。決勝は頑張って。いやー辛い本当に。そんな嫌味を言われながらもここ居づらくね、なんかもうなんかすげえ居づらい、このチーム居づらいんですけど。何これ本当に辛くなってくる本当に。いやもう頑張るよ、でもちょっとマジでちょっと今回でも、いやいい、いや良かった、いや全然良かったんだけどね、もうちょっと最後ちょっと焦ったね。あのエンジンパワーが上がってマックスミクスチャーになると、まあなんかエンジンパワー上がってちょっとラインとかも変わっちゃうから、セットを変えなきゃいけないんだよね。それがちょっとうまくいかなかった。はい、じゃあね、決勝行ってみたいと思います。もうしょうがない、決勝行くぞ。え、雨降ってる、抜きどころの少ないコースで、雨じゃん、おい、戦略重視のレースになるかもしれません。豪雨、全長4.5号、ある意味ラッキー、ある意味ラッキーなのこれ。ホールポジションからスリッキーな1コーナーまでは730m、100人で雨やったことないんだけどマジで。はい、レース戦略ですね、まあワンストップでしょうね。ちょっと燃費が悪いんでね、ずっとミクスチャーマックスで走らなきゃいけないから、2ラップ分ぐらい余分に進みます。17ラップですね、結構回るね。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。その調子だ、いいスタートだぞ。なんか棚ぼたでない、5位。はあ、やっていくぞ。難しい、雨で。
やべ、難しいわ、雨すっげえ難しい。うわあ、前早いな。アクションが難しい書き方が。ここが回ってこないな、やっぱり。セット出しとけばよかった。難しい。最終コーナーめっちゃ難しい。9秒ウォータースクリーン。追いつくぞ。インカットさせてもらうわ。うわ、先頭との差は 5.4 秒。 5.4 秒。いけるかもしんねえ、勝てるかもしんねえ。後ろとの差は 8.9 秒。抜けるほどのアドバンテージがないんだよな。どこかな、抜けるとしたら。スピード落ちちゃうんだな、それ。あ、ちょっと中身がやんできたな。ここでいけないかな。やっぱりここで詰めなきゃダメだな。で、ここのインディ入る。あ、ここ回るようになってきた。なんとかここついてって。よし、このラップにピットインしてくれ。ヒットか、ヒットの前に抜けるかどうか。うわあ、無理だな。ここに詰めて。そろそろグリップが落ち始める頃合いだ。確かに、ここで詰めないと。ここで詰めて、
ー無理だな、ちょっと入れない。このラップでピットインだ。速度制限を忘れるな。オーバーするとペナルティーを受けるぞ。なんだこれ、お前もか。うぅ、やべえやべえやべえよこれあとこれ何周走んの腕がやべえよ。今だ、行くぞ。あいつも、いやちょっと待って、インターミディだからな、この雨で。嘘でしょ、大丈夫なの。予定したピットストップは消化した。このタイヤで最後まで走り通せ。はいよ。いやもうマジでギリギリ、これ以上早く走れねえよこのセットで。乾いた、あ、ちょっと乾いた、タイヤが止まったか、どっちかな、あ、追っかけられる、怖え。詰まってんなこいつ。最終コーナー1位との差は 6.9 秒。 6.9、 まあちょっと広がってるけど、まあついてってはいるな。プレッシャーをかけ、ダメだ、ガス欠しちゃう、燃料がリーンになった、マイナスになった、ラップが足りない。あーもうちょっと長いな、本当に届くそうで届かない。あと2周かよ。うわー、しびれる。ギリギリのとこ、本当にギリギリになってるとこ。
いやー追いつくんだけどな。残る燃料は1ラップ分だけだ。さあちょっとファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。頑張るぞ、ファイナルラップかける。ダメだ、燃料が持たないわ。終わり。いやー、ここでもうちょっと曲がる車にしとけばな。いやーいやー、残念な結果だ。ほんとベストは尽くしたんだ。次戦に期待をかけよう。5位でした。いやー追いつけたな2台な。いやもうちょっと届いてたよ本当に。すごいレースでした。タイム的には勝ってたもんな。5位でしたね。なんとかね。セバスチャンベッテルがランキングトップに立ちました。ベストラップでドライバーオブザデーですが、誰を押しますか。ほんまにしか違わないからね。決まりでしょう。速さ、判断力、ね、まさに最高のドライバーですね。ベッテルとコンストラクターの順位を見てみましょう。マックスとポッタスよりもベスト早いからかろうじて。だから3位でも良かったんだよな。いやこの2台追いつけたもん結構。最後ちょっと燃料もうちょっと積んどけばよかったのと、セッティングもうちょっと煮詰めればよかったな。なんといってもまあ102だからね。102 そこをね言っとかないと。いやでも102でね、なんとなくこう戦える感じしてきたね、雨だと。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。